ゼルスロコユタです。私は今ロサンゼルスベニスビーチに来ています。こちらはゴールドジムの1号店があったりとマッスルビーチとしてもとってもにぎわっています。今日ですね、なんと私の憧れの人がこちらで大会に出るということで応援に来ました。その方は中山きんに君さんです。YouTube をですね、彼が始まる前から芸人としてもアスリートとしても一人の人間としてもとっても尊敬しています。今日はこのベニスビーチで行われるマッスルビーチインターナショナルクラシックという大会に出られるということで彼を応援しに来ました。それでは会場の方行ってみたいと思います。頑張れきんに君、we have one and number 481. Melissa, number 42, and base Friday. 51, get back. There you go. Here you go. Diego jumpers 199. Masters men over 40. Two competitors, numbers 11 and number 12, Joji. Four turns to the right. Four turns to the right. Front lat spread. Chest either side. Side triceps either side. Rear double biceps. Rear lat spread. Hands overhead, abdominals and thighs. Your favorite most muscular pose. Thanks guys. Shoji Nakayama.
Thank you, Shoji. And that first place trophy goes to competitor number 11, Shoji Matayama.中山筋肉さん応援してきてました。いやもうすごかったし、あとですねファンサービスもすごいしてくれてて、写真も撮れましたし、こちらにサインもしていただけました。すっごい嬉しかったです。中山筋肉さんは40歳以上の部門で2人しかまあコンピティターはいなかったんですけれども、無事優勝することができました。まあ、それ以外にもですね、50代60代70代の方のカテゴリーがあったりとかして、皆さんすごいパワーがみなぎってて、私もすっごい元気になりました。その他にもですね、ベニスビーチいろんなスポーツをやってるところがあったり、あのパフォーマンスをされている方がすごい多いので、ロサンゼルスにお越しの方は観光にぴったしの場所だと思います。ぜひ訪れてみてください。それでは最後は中山筋肉さんに敬意を表しまして、こちらで締めたいと思います。いきますよ、せーの。